みんなごめんね、わがままおじさんが来たから。いやどうも。私の記憶が正しければ、うん、ティーアップするとシャンクすると。そう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 。パー3とかで、でローポイントがありえないぐらい先になってると。そうそうそう。グリップで握り込みが切り返して手が離れちゃうんだよね、はい、行われてて結構変な感じになってると。前回は、はい、試合前だったから、はい、深い悩みは言ってなかったんだけど、はい、俺のもう40年間の悩みなわけ、はいはい、俺の悩み全部言うからね、はい、もう今日はもういいっすよ、はい。みんなごめんね、わがままおじさんが来たから。いやどうも。いやいやどうもじゃないよ、ほんまに。ハロー YouTube。 ハロー YouTube じゃあ DD やっちゅう。皆さんお気づきかと思われますが、三橋 TV の三橋さんがまた台風みたいに来ました。いやどうも。僕この人台風と呼ぶことにします。今年2回目なんでね、三橋2号ですね。早くね低気圧に変わることをね願って間もないんですが。何、DD のライブっていつもどのぐらいやるの？1時間ぐらいですね。あ、そうなの、はい、じゃあ今日最高の1時間だね。みんなはね、いやほんまにごめんなさい、お弟子さんとかスタッフさんの苦労がよくわかりますわ。本当にいつもご苦労様です。ちょっと一回みんなで集まってみんなで怒った方がいいと思います。一回僕も大概わがままやなと思ってたんですけど、三橋さんに会うと僕いい子やなと思いました。そうでしょ。なんで今 DD ライブやってると思う？急にな、来るってなってな、もうこの会話とかもったいないよな、映した方がいいよなみたいな話して、いやライブじゃないともったいないですよって言ってたら、 DD やれ、 DDDD DD 今日じゃないですよ、明日ですよ。いやもう俺来てんだから緊急ライブだろ。差し替え差し替えとか言って、明日の、ライブが今日に差し替えられました。ごめんなさい、文句あるなら三橋 TV のコメント欄までお願いします。オープニングだけいいですか？一応どうも皆さんこんにちは。一応今 DD ライブやってるんですけど、あっち YouTube のカメラ回ってるんで、はい、YouTube のオープニング用に上のカメラですね。 OK です。はい、三田さん、三田さん、まずゆっくり行こう、はい、ゆっくり行こうで急がないで立っててやろうよ、はい、いいですか？はい、はいはい、はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ハロー YouTube。 はい違うか、それホリエモン。ホリエモンって違うか。はい、三橋 TV の三橋さんです、はい、久々の三橋です、よろしくお願いします。で急に LINE 来まして、私の記憶が正しければ、うん、ティーアップするとシャンクすると。そう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 。パー3とかで、でローポイントがありえないぐらい先になってると。そうそうそう。でなんとかしてちょんまげっていうのと、うん、グリップで握り込みが切り返して手が離れちゃうんだよね、はい、行われてて結構変な感じになってると。そうそう。でもそれでもね、多分昔からなんだよね。はい、初めて会った時もそうでしたね、うん、ここでこう手が離れて、はい、すんごいスティープに降りてきて、はいはい、インパクトでこう解くみたいな、はいはいはい、だからクラブが上から入りすぎて、はい、球が上がらないから、はい、球を上げようとする努力をするんだけども、はい、いざ試合になったらやっぱり、はい、こう低いとこから入れるのがもうダフる気がして怖すぎて、はい、どうしてもぶつけに行っちゃうわけ、はい、で、まあ、低いフェードで、まあ、ごまかしきって、はい、まあ、実は今回の青森オープンも18ホール回ってアプローチしたの1ホールだけなの、はい、だからシャンクしたホール以外はもうほぼ全ホールパンオンしてる。よかったんですね。そう、はい、でパンオンしてるけど、まあまあ練習ラウンドも行かないから、はい、まあ、乗ったらピンポジションがやばくてこんなの入らないだろうみたいなところに乗ってたけど、はいはいはい、まあそれは練習ラウンドしたからってじゃあ変わってたかっていうとそれは分からないけども、はい、結果的にはそのシャンクして OB を4発ショートホール全部シャンクして、はい、それでまあダボ4つでしょ、はい、結果的に9オーバーだから、はい、1ホールアプローチでボギー打ったところ以外は、はいはい、まあまあまあ、まあまあ普通にまあパワープレーでバレてるわけです、はいはい、でそのシャンクしてる原因がもう打つ前からシャンクしそうなわけ、うん、っていうのは、うん、俺よりか多汗症の人いないんじゃないかなぐらいめちゃくちゃ汗っかきなわけ、うん、はい、で俺が一回握った後に誰か持たせると、はい、うわ気持ち悪いってなるぐらいベタベタになっちゃうわけ。最近まあチョークレスっていうね、はいはい、滑り止めの粉を塗っても、はい、瞬間は良くなるんだけどやっぱり滑る滑ると思うから、はい、やっぱりどうしても切り返し力むから、はい、俺のフィードバックだよ、力むからクラブ降りてこないでボールに当てに行くから、はい、まあ、シャンクしてるのは自分で分かるんだけど、はい、これ無理だなと、もう何回やってもダメ、はいはい、その次の日、はい、ゴルフ行ったわけ。そしたらもうバーディーラッシュなわけ、はい、なんでその日は汗かいてなかったですか？それが秘訣を見つけたの。見つけた、はい、うん、タオルで拭いてもダメってことは、おしぼりで拭くと滑らない、はい、いやそうなんだよ。いやこれ皆さんぜひやってください。本当にタオルで拭いたらタオルに自分の手汗がついてるじゃん、はいはいはい、おしぼりで手の油を全部取った後に握ると全く滑らない、はいはい、だからバケツをカートに入れてもらって、はい、そこに毎回タオルで水やって絞って拭いて打つと全く滑らなかったわけ。ケンタッキー食べたことあります？あるよ。ケンタッキー食べるときに
おしぼりついてくるじゃないですか、うんうん、あれと紙のやつついてくるじゃないですか、うんうん、あれおしぼりで手拭いても油取れないでしょ。取れない取れない。紙でやったら取れますよね。そう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 、紙入れときゃいいです。だそれをこの間気づいたわけ、はい、で次の日全然滑んないわけ、はい、もうバーディーが止まんないわけ、はい、どうなっちゃってんだ昨日のゴルフはみたいな。もう終わってんじゃないですか。だそれが、はい、よし今日はいけると思って、はいはい、バーディーパーバーディーバーディーってきて、はい、前半まあ3アンダーぐらいで回ってて、はいはい、9番ホール、はい、パチーンシャンク出たわけ。出た出たわ。これ手の問題じゃん。壮大な振り全部流した今。でボギー。で後半もまたバーディーバーディー。はいはい、6バーディーだから5バーディー来て、はいはい、あ今日はもう、まあ、60代だなと思ったら、はい、またパチーン来たわけよ。でボギー、はいはい。手の問題じゃねえやこれと思って。だってあのライン来た時にね手が降りてこないって言うから、そんなあのこうさプロテスト前のメンタルやられてるプロゴルファーみたいなことちょっと言うのやめてくださいっつって何すか手が降りてこないってわけわかんなかった。本当降りてこないのよ。絶対自分が弟子にそれ言われたら、うん、うせ手降りてこないわけねえだろって絶対言うでしょ。手上げてみろ、下ろしてみろ、降りてんじゃないかって絶対言うでしょ。そう、いやいや絶対言うでしょ。それがさプロテスト前言ってなかったんだけど、はい、これ明後日から QT なのよ。出るっすか。出る出る。マジで。マジマジ。俺も出たらよかった。じゃあだってシニアのね、シニアって何歳から出るんですか。 50から。で今年50だからシニアの QT に出て、はい、試合の順位をもらって、はいはい、これが出て試合が盛り上がるんであれば、はい、主催者推薦とかあんまり好きじゃないけど、はいはい、いただけるんであれば盛り上げるために出てもいいかなと思って、うん、まあまあ、出ようと思うし、倉本さんにこの間会った時に倉本さんが北海道でシニアの試合を作ったから、はい、見させて、来年から出ろよみたいな、はいはい、僕が出て盛り上がるんであればね、はい、レギュラーツアーとか、はい、アベマとか、はい、推薦もらうんだけど、さすがに俺が出て若手の枠を潰すのはそれは嫌だから、レギュラーとアメバに関しては全部断ってたわけ。出ることによってそのシニアツアーに注目がちょっとでも浴びて盛り上がって試合数が増えてくれたら、まあちょっとは貢献できるかなっていう。じゃあ一回コーチでつきますよ。お、来て来て、キャディやって、キャディキャディやります、俺が。最高じゃない。何の話だっけ。今ねそれマジでした。そうそう、ずっとそれでね、まあそれでどこまで脱線すんだこの人な。でやっぱり自分のセルフフィードバックとしては、はい、とにかくこうやって持つとね、右手がクラブ握らないと、はい、すごいいいラインに来るわけ、はい、体的な問題を言うと、はい、こう切り返しで、はい、ヒンジがこう、はい、ほどけずにこう入ってきて、はいはい、こう来たいんだけど、はい、このさ手首がさ、はい、もう折れないよ、はい、これいかないわけよ、はいはい、必然的にこういう感じになっちゃう、はいはいはい、でこれをラインだけ直そうとして、はい、いいとこから入れようとすると、はい、もう体が浮くしかないから、はいはい、仕方ないからこのままこう行くしかないみたいな。でその時もやっぱり指先で、はい、こう引っ掛けてこう振ることしかできなくて、クラブをこうもらえないのね、ここで。わかりました。これがまあ正直ね、前回は試合前だったから、はい、深い悩みは言ってなかったんだけど、はい、俺のも40年間の悩みなわけ、はい、切り返しで、はい、レートヒットするっていうか、はい、タイガーみたいにインパクトの時に完全にこう伸びるわけ、はい、でもタイガーはタイガーだから、はい、俺はタイガーじゃないから、はいはい、そうですね、やっぱりもうちょっとこうインパクトをこうしたいわけよ。分かった、理解してくれた俺の悩み。はい、打ってください。ちょっと何球か打ってください、はい、あら、ややこしいおっさん打ってるわ。出た。出ましたね。 OK OK、 分かりました。あとはね、はい、右手のこの離れるのと、うん、こう、はい、分かりました。腰が引けて、はいはい、分かります。スピンする。でこれが例えばこういうなんていうの、こう、はい、こういう感じが、はい、両足だと、はい、もう本当にこう、はい、ボールに行っちゃうから、はい、もう腰砕けみたいになっちゃうわけ、はいはいはい、まあ、それはまあもちろん分離症だっていうのもあるんだけど、はいはいはい、こう全然砕けてない。だから今みたいに相当意識するといいんだけど、うん、それラウンドでやれてると無理です、ね、と多分18ホール持たないのね、うん、腰痛くなっちゃって。普段は持たないですけど、あの意識が持たないですね。そうこうやってこうちょっとこう、あのキックを入れるっていうのは、うん、まあスプリングじゃないですか、うん、シンプルにまあ大体首都筋をこう落としてそれを持ち上げるっていう。でそれって平らな状態だとすごくやりやすいんですけど、うん、ライがちょっとでも変わると左右のパーセンテージが全部変わってしまうんですよね。なんで沈んだ時の沈む量のスプリングの量と戻る時の戻るスプリングの量が違うんで、うん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 、だから絶対誤差が生まれるんですよ。だからラウンドでやるにはちょっとあんまり現実的ではないっていう状態なんですね。で速攻じゃないですね、いじりたいのは。何球か打ってもらっていいですか。あとね、はい、もう一つ言っていい。俺の悩み全部言うからね、もう今日はもういいっすよ、はい、こうクラブがねこう回転しながらここまで来ると、
まあ、気持ちよく振れるわけで、まあ、もちろんねこうやってクラブをうまく管理してスッていけた時はいいんだけど、はい、試合になるとここに行く前に絶対打ちたくなっちゃう、はい、大きさに言うともうこう、はい、こうやって打ちたくなっちゃうわけ、はいはい、で体動いてる時は当たるけど、はいはい、コース行ったら結局こうクラブがこう、はい、引っ張れないから、はいはい、クラブ仕事しないです、ね、仕事しなくなっちゃうわけ、はいはい、そうラウンド中にどんどん距離落ちていく、そうだから温まるにつれて伸びるはずが、そう伸びきらないってことですよね。だから理想はもうカプルスみたいにこう、はい、クラブもっと動かしたいんだけど、はい、どんどんこう手首的にカプルスじゃないですもんね。そうカプルス手首柔らかいですからね。そうだから本当はもっとクラブを深く持っていきたいんだけどこの世代の人ほんまみんなカプルス好きなんですけどこの世代の人みんな手首硬いんですよね。無理やりシャフトクロスさせると、はい、びっくりすぐ飛ぶわけ、はいはい、でもそこまで試合の時に行かないわけ、はい、行かないですね。もう強烈なレードオフのスティープダウンに入ってくるわけ、はいはい、だからできればもっとこう、はい、こうやってクラブ振りたいんだけど、はい、試合になったらもう全部こういう感じになるから、はいはいはい、だからバックスイングがもう上がんなくなって、はいはい、でしまいにはどんどんもうカットで逃げたくなって、はい、もう最後の方はもう例えば140とかでも、はい、もう7番ぐらい持って、はい、こっち向いて、はい、こうやってカットして、はい、グリーン乗せるだけになっちゃうんで、はいはいはい、乗るには乗るよもちろん、はいはい、もう最後逃げ球で全部ゴルフやるようになっちゃうわけ。特に2日競技とか3日競技とかになって予選カットとか入ってくると、はい、まあ、大体いつもいいとこにいるんだけど、はいはい、残り3ホールパーパーパーでいいのが、はい、一気に行っちゃったりするわけ、はいはいはい、そこら辺がね本当にね精神的な問題もあるけどやっぱ触れなくなる。今からあと4球ほど喋らないでと思っていいですか、はい、OK、はいはい、OK、はいはいはい、お弟子さんたちはスイング見ないんですか。見ないね。見ない、はいはい、分かりやすいな。ひどいな今の。今のいいですね。ナイスミスですね。まあ、俺がいつも YouTube でこういう縦動きできないんだけど、はい、シャットになりすぎるわけ、はいはい、でシャットになりすぎてこのままと上がんなくなってここでレードオフになって、はい、ルーズになって、はい、ダウンでこう立ってくるみたいな。真面目にいきますね。真面目にいいですか。そのまま右手握っててください。左手離してください。いいですか。上げるとき右に、うん、いい、それでいい。揺れてていい。完璧、はい、完璧。めっちゃいいですね。めっちゃいい。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします、各種 SNS 概要欄にございますのでそちらのチェックもぜひお願いいたします。言えたね。ありがとうございます。